はい、皆さんこんにちは。見えますでしょうか。ノコギリザメの歯みたいな、感じのやつなんですけども、木を片付けるときにすごい便利です。小さい小枝がね、結構引っかかったりして邪魔になりますけども、この、普通なんていうんですかね、トリームする木の散髪、まあバリカンみたいなやつなんですけど、結構ね、小枝が切れます。ちょっとやってみたいと思います。こういう感じですね。こういう感じで小枝をカットすると木を引っ張ってきてメインの木が見えるようになってきますんで、メインの木をまたこういうノコギリですね、縦に動くやつなんですけども、こういうので、適当に運びやすい大きさに、カットして、片付けることができます。ということで今日はこれはサメの角サメみたいな歯に見えますけど、結構ね役に立ちますということでした。まあ道具の紹介です。さすがです。